皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、11月の22日、13時42分、まあ、先ほどの、動画の続きですが、天皇家の方たちや、国会議員の方たちや、最初の出だしスポーツ界の方たちでしたっけ、まあ、なぜプレミア12の、話のアメリカ戦などの話の、続きなんですけども、プレミア12ですね。まあその台湾の、方たちの、それね、僕もあの日本のペナントレースの試合とかでも、ただもう分かってるんですよ、どういうふうな仕組みでどうなるかっていうところが。審判の人がね、ジャッジ間違えたら試合がひっくり返る可能性あるんですよ。でそれとあと、いやだから仮に、昨日僕はね、精神的に、ぐちゃぐちゃになっていた、もしくは、まあ、ちょっとね、アリの支部でね、まあ、ある程度笑いながら言いなか、笑いながら、こう、言わなかったら、自分も感情的に持たない部分とかね、もう僕は涙目状態の時でね、二人とも、消防署の人たちも涙目状態になったから、僕のね、その時の感情、どういうふうなものなのかっていうのは。で、まあ、そういうふうな部分もあって、それでドミニク、お母さんの方は2対0に勝ってるんだったとしたら、これはちょっと変だなと。だから国際連合人でここ、いやもう負担とか全部対戦チームはちゃんと負担背負わないと、もう全ての負担、何かが台湾のその対戦チームはですよ、チームがですよ、特に選手が。この考え方でいうことね、まだ、まあ、もちろんワールドベースボールクラシックでは、台湾の人たちは優勝ってしたことないじゃないですか。で、まあまあまあ、いろんな順番の話とかいろいろありますから、まずはプレミア12とか、まあ、こういう時ぐらい、日本がね、援護。決勝ラウンドについて、トーナメント戦の表記と、昨日報道ステーションでね、なんか、まだ決勝もグループ型の話も出てきてたんですよ。なんかグループリーグ型じゃなかったら、これ、助けることなかなか難しいぞと、特に得失点差の話も含めてですよ。アメリカさんの方は、予選のグループリーグで20得点した試合ありませんでしたっけ？それぐらい、まあ大体それぐらいでいいと思います。もう全部覚えるの無理ですから、点数まで。いろんな国の一試合試合みんな無理でしょ、それ。野球してる代表の人。だって無理でしょ？よその国の点数までちょっと。自分の国の試合もあれ、5試合前の試合あれ何対何やったっけってなるでしょ？ごめんなさい、トーナメント戦っていう電波の声も今聞こえてきてるんですけども、だからまあ今日決勝ドミニカさんだとすると、だからまあそこはこれちょっとね、もうそう潔く男らしく、その最初の主催地が台湾のところで、そこ男だったら気遣わなきゃっていう話になってくるでしょ。だからみんな雇用助成金とかね、政府の税金使ってる話と、最低賃金上げるのに、日本だったら最大600万円の支給とか、これどこの国もどうせあるでしょ。だからみんな税金待ちで、だからスタジアムの建設費用とか、もう絶対税金入ってるから。で、どっかのね、1球団だけ借金返済したからといって、自分たちを我が物顔で、みたいな、そんなことは許されないんですよ。本当に。本当は、地方交付税どうこうじゃなくて、国家として国境を引いてるんだから。そんなに稼いでるんだったら地方を助けてあげなきゃならないじゃないって。
逆じゃない、あんなに高いビルばっかりずっと作って人口をごまかして、首都が一番悪いでしょうの話になるんですよ。特に日本ね、もう日本は調べがついてる。でもどこの国も絶対そうなるでしょう、こんな方法を採用したら。ただし今の国境のね、人口とかをしっかりと発表しなきゃならないんですけども、もう分かんないですよ。急にグループリーグとして決勝トーナメントを進める状況とかもあるときはあるらしいですから、昔ありましたっけ、決勝。一応昨日ね、徹底的に何がどうなるのか、インターネットだから、インターネット表記の話今まで散々してきたじゃないですか。そうそう、もうこれ点数の表記がおかしいとか、試合開始の時間がこれ騙されたとか、めちゃくちゃなことされてますから、ほんとで、それ助けるためじゃなくて間違った方法でしょ。で、読売ジャイアンツが、リーグ優勝をしていたと。で、ソフトバンクは優勝していたと。これ、めちゃくちゃなことをしていた方が優勝できるのかと。こういう話になってしまうわけじゃないですか。だから何があるかよく僕もわかんないんですよ。本当に、その、優勝した時のその、シーンまでたどり着かなかった。昨日ね、日本対アメリカ戦で、僕が見たテレビの映像では、レフトサイドの方はお客さんガラガラだったんですよ。あんまりもうほとんど人いないです。あれ本当ですか。あれ試合中にね、僕一回こんな経験が日本シリーズとかでもあったんですけども、阪神対去年のね、阪神対オリックスの日本シリーズで距離近いし、だからまあもともとオリックス自体が神戸だったじゃないですか。オリックスバファローズさんの、バファローズは近鉄バファローズで大阪だから、いくらなんでもその両方の試合で甲子園は絶対いくらなんでも前になると、さすがにそういうレフト側でガラ空きになることはないんですけども、それ映像加工だと思うんですけど、それやられてるんですよ本当に。試合の途中で満員になってたんです。会社の仕事が終わったからとか、そうじゃない。いかなんでもその最終決戦の日本シリーズのそのカードは、それはもう絶対人来るからって。有給がある、有給があって、有給の取り合い。有給の風とかそういう話もありますか。まあその話は一旦置いといて。だから昨日の試合に関して、その、めちゃくちゃなことをコンピューターに、もうその前半戦の負荷が後半アメリカにもかかる話プラス、まだめちゃくちゃなことを僕言われてきながらでも、頭の中の供給とか、それでもしっかりして、内容とか対応して、もうほんとするのにだけ。早い頃って見て分かりました？ファーストの横をバウンドしながらでもフェンスまで行ってるんですよ。ものすごいスピード、一瞬でフェンスまでたどり着いてるんですよ。ライトの選手まで追いついてないですから、なかなか。まあそれでちょっと学生の人もね、あ、プロの本物の速いゴロってこんなに速いのかと。昨日バットでと。まあ、そこでちょっとね、あ、プロってあんなレベルなんだっていうとこ、国家代表選定っていう、その日本の方こっちがね、ちょ、本当にいつも予選グループの結果、もう僕も分かってるから、得失点差の話とかもちゃんと途中からあれ表記されてるから。ちゃんとアメリカにね、もう僕もどうなるかわからないから、ちゃんとアメリカにね、独自点差こっちでちゃんとつけといたのかな。台湾、もし決勝戦がグループリーグだったとしたら、台湾戦の時ちゃんと分かってるから、ちゃんと僕国境で分けてる話と、日本人っていうことで、ちゃんと僕が試合中食事しながらご飯食べたりとか
台湾の人にはちゃんとご迷惑をおかけしません話とか、ちゃんと心のワードとか、もういざとなったら撮影者がちゃんと僕は言っておくからって。ちゃんと日本人の人はね、しっかりしたプレーができなかったけど、もう本当神がかり的な力、もうアメリカの選手の人ももうびっくりしてるでしょ。速い打球を打っては見たものの、そのあたりに飛んでいった打球がね、基本はゲッツー取れなかったんですけども、いやだってセカンドフェースにほとんど足つきながら取れるような打球だったでしょ。打球速度もそんなに速くなくて、かといって遅すぎたでゲッツー取れないか、ある程度の打球で来てもらえなかったら困るんですけども、打球遅すぎたゲッツーで絶対無理ですから、ファーストの方のある程度の打球が飛んで、もう取ったところがもうすぐほとんどベースのところだから、もうあと余裕を持ってファーストに投げれるのに、琴ノ選手が暴動してるんですが、あの時こちらから聞こえてきた電波の内容は、それがあの人の頭の中の状態やっていうことを小園選手は言われてるんですよ。まあ、あの頭の中の状態だったら、まあ、そうにね、送球するとき、ああいうふうにエラーしてしまいます。本当に冒頭だから、その時の頭の中の状況とか、体の筋肉とか、急に痛みが来るとき、もう僕、今ここに、胸のところの胸筋のね、痛みが来てるんですけども、筋トレ基本まだしないのですよ。ここに来るっていうことは、左ピッチャーでしょ。バッターでいきなりその日の試合、筋肉痛になるとまずいないでしょ。たくさん運動してるから、もうある程度体作ってきた人たちだから、筋トレとかをしてきてね、守備練習とか打撃練習とかでも筋トレにはなりますから、自分でバット振ってみたら分かりますよ。全力のフルスイング、500スイング、それも50スイングずつに分けないと息上がってできないから、他にもね、300メートル走か400メートル走ぐらいをね、10本ぐらいしたりだとか、腹筋を出て背筋とかをね、15回ずつを、10セットしたりだとか、あとはまあ、あの時は懸垂はあったかな、どうかな。懸垂確か1セット中だから、1セットの僕の1セットっていうのがそのだいぶ前の時の1セットですけども、40歳超えてからの、ちょっとどれぐらい体作れるのかなっていうところでね、ちょっと試してみたんですけども、300メートル走か400メートル走プラス、腹筋を立てて背筋、まあ、15回ずつ、プラス、懸垂3回、プラス、全力の、素振り、50スイング。これを1セットで1日10セット。だから、トータルで見ると、腹筋を立てて背筋が、150ずつ、300メートル走が400メートル走だから、まあ、トータルで3キロか4キロの走り込みと、で、まあ、懸垂がトータルで30回と、全力の素振りが、500回とかで、すぐに、体、だんだん、セット数を増やしていってですよ。最初の頃は、2セットとか3セットとか、それぐらいにしておいて、まあ、急に、筋肉がついていって、こう、肺活量とか増やしていかなかったら、その時の睡眠不足でしたから、それでも、トレーニングしてましたから、今日のドミニカが決勝戦なのか、それともまだその次の試合があるのか、ちょっと僕も様子見てみなかったらわからないですよ。予選の時もね、2勝0敗で、まあ、台湾とね、同じグループで、1位だったんですけども、表記上は台湾の方が上だったんですよ。で、得失点差は後から出てきたんですよ。
本当に。いや、特殊ってさ、いや、あるでしょっていうことで、それ導入しなかった話余計ややこしくなりますから。え、これもう一回しますとかいう話になってしまいますから。グループリーグだったとしても、トーナメント戦じゃなくてもね、決勝が。グループリーグだったとしても、もう一試合余計に出てきた。対戦カード、奇数と偶数で全然変わってくるでしょ。どっかのチーム1試合、どっか1チーム休みの日が出来上がるけども、これどう受け止めたらいい？ だから休み、1月に4日は絶対休みを食しなきゃならない話で、それ本当にもうどうしますの話になるんですけども。まあ、今日もし昼間にどっか試合が行われてるんであるとするのであればですよ、わかんないんですよ、これ。だから、あれ、東京ラウンドなのに、昼間、昨日なんですけども、台湾の試合してたんですかっていう状況なんですよ。一応考えたところ、台湾に祝日があるからか、対戦チームのドミニカ共和国に祝日があるからなのか。気温も、11月下旬に入りましたし、さすがに、ドーム球場で試合を行うんだったら、暖房入れてるとは思うんですが、もうさすがにさ、着てる服装見たらわかります。 それかもう、気合の入った、ファンの人たちも気合の入った決勝戦します。暖房入れない決勝戦。応援するとき、みんな体を動かしながらとか、応援歌を叫びながらね、応援してるのは、体を動かして体体温を上げるた。そうじゃなかったら寒いか。ファンも息切れを起こすから。守備の時と、守備の時、大体みんな座ってるでしょ。で、攻撃の時に、応援、こう、体を動かしながら応援してるでしょ。本当にファンも、気合入ってるかどうか、エアコン それはわかる。体を動かして体温を上げて、で、それで、昼間のうちからドーム内温めとくわ。いや、本当にもうね、だいぶ違いますよ、それは本当に。エアコンに頼ってない人だったらね、今年の夏場を思い出したときに、夏場を越えた時に、秋の初め頃、窓とかを閉めて、部屋の戸とかを閉めて、寝てる時に、朝だったら部屋の、暑くなってるでしょ、自分の体温。布団もかぶってないのに。で、それを何回も僕は経験しますから、ある程度はね、人間の、自発的な体の動かし方とかで、体温が上がります。これでやっと審判の人がね、あんな半袖じゃなくて、ちゃんとあったかい服装をしてね、ジャッジをする。そうすることによって、たまにファールチップとかで、ボールが飛んでくるとき飛んでくるでしょう、審判の人にも。気がついたんですけど。審判の人も昔、前にレガースつけてたでしょ。もうレガースっていう言い方で、もう鎧って言っていいですか？近代的な軽量化された鎧。金属をあんまり使用していない。だから、まず厚着することによって、しっかりとした厚着をすることによってね、ファールチップ、特に腕、こういうふうに、これちょっと袖を折ってますけど、これ、セーターです。で、これ、袖付きのね、もの。ガンダムとかでたまに。
そうだ月のっていうセリフは聞こえてきた。審判とか野球選手とかわかります、あの重ね着で、このそのセーターの上に着てるのがね、このあのフード付きのこういうもう分厚いのその上にこれ、まあまああのまだつけてないですよそんなのもう夜まで今の気温、一応まあ気温も見えますけども室内気温 18.4 度です。ここの部屋めもう冬場になってめちゃめちゃ寒いですから本当に。吐く息がね、吐息がですよ、冬場白い吐息が部屋の中なのに、東日本大震災の時にね、まあ原発がやられたじゃないですか。で電気が計画停電だとか、まあいろいろあったわけじゃないですか。だからまあその辺のことがあってね、3月下旬までは、暖房器具使わなかったんですよ。僕は、ね、母親はもう老人だったから、もうお母さんも電気使ったらええっていうこと、ちゃんとあの暖房器具をね、しっかりと使ったらいいっていうことでね、使っといたらいいっていうことで、で僕はね、その辺のところはもうちょっとね、日本人として恥ずかしくないように、靴下3枚、ズボンもね、3枚。上着の中なのに、ロングコート着てましたもうロングコート盗まれたら僕死にますよ、冬着たら。もうあれ以上の上着ないんですよ、本当に。生活保護者ですから、わかるでしょ。お金のこと、もう今まで言いましたから。もう、道理で裁判所は黒着せられてるのもわかるでしょ。率先してお金をすぐにね、率先していろんなことを調べれる限り、裁判所の方で調べれる限り調べて、ちゃんとね、お金を支払ってくれる裁判官は良い人でね。あと、それと、なんとかちょっと、どっかでね、何かもう、雑用でも何でもいい、安い時間給でもいいから働かせてあげて、国民年金基金にね、お金をかけさせてくれる人。ある種僕も勝負の勝ち負けでね、こんなに例えば昨日だったら、丸一日遊んでなかったですし、まあ裁判の棄却でね、もう泣きそうになりながら、そこから気持ち立て直したりとかしてね、対応して、まあそれでもいろいろ、もう朝電車乗る時からだから、まあ睡眠不足の人たちいっぱい見かけてたわけじゃないですか。もう本当は救急車連日夜中の2時ぐらい走り回ってみんな起こされとったんちゃうかと、睡眠不足のまま働かなきゃならないっていう。パトカーって確か拡声器か何かがついてたでしょ。パトカーもそうだったと思うんですよ。サイレン取ったらいいでしょ。マイクでね、救急車が止まります、前開けてくださいとか。やっぱりちょっとサイレンのこと異常にあれ大きいですよ。まあもう僕は子供の頃からですけどね。何デシベルとかあれ超えてません、本当は。いや、だから行政の方が嘘つきっぱなしだから、言いっぱなしだから、大きい音の方がなんかちょっと、相手怖そうな気がして、避けるじゃないですか、みんななんかちょっと危機感感じて、ある意味。ただまあ、この間、岡場の駅近くで、まあ本当のね、普通のパトカーじゃない、救急車の出動で、20時前ぐらい、鳥貴族の前のね、岡場の前の交差点のところ、あの辺のところでこうパトカーが先のね、
その先の交差点、あのトヨタの前の交差点なんですけども、そこで、一般車両がね、あのサイレンの音を聞いた時に、先に前の車とかに本を鳴らして、両サイドにね、こう開けて、あの、まあ、多分両サイドだと思うんですよ。もう夜だから、あの距離だから、もう分からないから、あの、あれだけ距離あったら、暗かったら。真ん中開けてあげて、一般の人がね、お互いに本を鳴らしたりとかして、で、こう、この救急車がね、真ん中通りやすくしたりとか、まあまあ、そういうふうなところはいいところだとは思うんですけども、夜中の2時は絶対おかしい。だってね、そこの一応、大通りのところね、片道1車線ですけども、交通量の多い道、あの道ね、夜の20時になった、20時ぐらいでもう10人分に、車ほとんど走らないんですよ。で、いろんな地点が点滅信号に22時ぐらいになるんですよ。車はほとんど走ってなくて点滅信号ですよ。サイレンいるかって言ったらいらないでしょ。点滅信号で突っ込んでくる人います？みんなさすがにその時間帯点滅信号だったら、まあ何らかの事情でその時間帯運転する人、点滅信号の時って向こうも点滅信号だから、さすがにそこはゆっくり交差点入っていくでしょ。来てるかな、どうかなってなるでしょ。点滅信号の方が本当は安全運転になるんですよ。怖いから、どちらが急に出てくるか分かんないっていう。夜の、あの運転、あの一般的なあの点滅信号は青じゃないからね、横からもいつ出てくるか分かんないからねっていう、そういうルール。あのルールの方がみんな警戒して、ちゃんと交差点警戒するっていう。あの、都市部でも、あの、夜22時じゃなくて何時か分かりませんけども、明け方は、まあ明け方の方でしか確認したことないんですけども、朝の4時とか5時とか、それぐらいの頃に、まあ、犬の散歩、僕が飼ってた犬じゃないんですけども、まあ、ちょっと離れたところの家の、あのおじいさんが飼ってた犬がいて、でその犬の散歩とか、あの一緒にさせてもらったりしてた時、まあ、あの犬が好き でその時に、確認した時はあの点滅信号なんですよ。朝兵庫区ですよ、あれだけの都会ですよ、片道2車線とかですよ。あれぐらいじゃないとダメだと思うんですよ。みんな自然と走らなくなるから。その時間帯は朝の一応5時ぐらいには、だいたい5時過ぎぐらいには、あの、電車走ってるから、あんな点滅信号のところ走れんわっていうね。ちゃんと電車乗るわって、その時間帯電車ガラガラやから、あ、これ話整合性全部合ってくるわって、その方がエネルギー効率いいって。やっぱり彼の方が賢いわみたいなね、もう先にね、あのそういうことにたどり着いて、そういうふうに点滅信号をしてきた人たちがいたわけですから、その方がね、あの賢かったっていう話になるんですけども、あとはね、なんかもうずっとさっきからゴーっていう耳鳴りというよりも地響きの音を電波で聞かされてるんですけども、途中からそのサイレンの話ね、あと何か忘れてるとしたら、なんか朝の11時とか12時だとかのわけのわかんないサイレン、どっから聞かされてるのかなって思った。有馬警察署でした。11時にさ、高校野球の夏場の時でしょ。春の方でしたっけ、どうでしたっけ、春の選抜の時でしたっけ、1日3試合にしといて、11時ぐらいから試合開始っていう。だからあの朝の8時から、これ夏場もそうですけども、朝の8時からの試合って、その通勤ラッシュの時間帯なんですよ。そこちょっと考えてもらえますかの話で、いやまあけどね、まあ鉄道の方も阪神電車とか、あの辺のところ、甲子園の近くはもう慣れてるから、試合が終わった後ね、すごい数を増便するんですよ、あの電車の数を。
快速とか新快速をね次々と本になだれ込ませるっていう、あれ一応僕ね間違いあったら困るから5分って言ってるんですけども、もしかしたら3分おきに入ってきてるかもしれないですよ駅に次々と。これで毎回事故起こさへんにはすごいな。でもこの時間感覚だからこれ逆で逆の発想になってくるんですけども、うん、まあ、どちらの方が気張るかって言ったら絶対多分そうだと思うんですよ。この感覚で新快速とか次々ホームに入ってくるって、これ全員が絶対失敗したらダメな状況なんですよ。本当にえらいことになるぞと。これ失敗したら交通事故起こしたらって、電車でってあの速度で走ってますから全員ものすごい気を張った絶対点検っていう形で、だから失敗しないんじゃないかなって思う時もあるんですよ。以上です。一応まあ今のところ決勝ラウンド決勝ラウンドでしょう。まだ何があるか、もう皆さんねいろんなことをこう覚悟しておきながら、もしかしたら今日は決勝戦かもしれませんし、決勝ラウンドは総当たり戦かもしれません。まだ分かんないですよ。僕もどういうふうな形で試合進行してるのかっていうのは分かりませんから、まあ、僕から言えることは以上です。まあ僕のもう先にもう正直に言っておきますよ。もう台湾優勝でも僕はいいなって思ってました。以上です。まあそこのね対戦した時にちょっとかなり手強そうな相手、ちゃんとこちらで得失点差でアメリカさん8得点、これでアメリカはマイナス8点みたいな形になりますから、まあ一応差つけときましたと。あとは直接対決で今年のねクライマックスシーズン阪神タイガースの試合の時、移動的に横浜 DeNA さんが勝ちやすいようにね、その日の試合時間完全に怠けてましたから頭の中の供給ちょっとやそっとじゃもう渡しませんよ本当に強引に取りに来たらブロックしますからけどそれを一般業しながらしようと思ったら、そのブロックすることに気取られたりとかして仕事遅くなるでしょ以上です。皆さん長い間ご視聴ありがとうございました。まあある程度これ話、まあまあいろんな意味でね、まあ笑い話混ぜながらじゃなかったら、そういうような目に遭ってる人とか本当に睡眠不足させられながら出勤させられてる人からしたらえらいとばっちりでしょう。だからそれは救急車両が悪いっていう形になるんですけども、サンダクロの話あれもよくわかんないですけども、どこに救急車確保してたんだっていう話になるんですけども、隠蔽だからそれはダメだっていう話になるんですけども、もうちょっとだけ笑い話しましょうか。昨日のね、電車に乗って帰ってくるときにね、まあ、向かいに座ってる人をよく見たら、どっかのコンビニのね、車掌っていうことでテレビに出ていた人で、もともと議員だったかもしれません。まあ、その人とかとね、こう、規約の件のことを話したりとかね。まあ、向こうはあんまり返答しないんですけども、で、その次、斜め向かいに座っていた人、ねまあ、ちょこちょこっとこう、まあ、こちらも状況的に、話したんですけども後から分かったんですけども、同級生のものの兄の人かもしれません。その人やっぱり顔だいぶ変わってましたまあこっちもそれで仕事もないからっていうことを、正直に言った人なんですけどもまあその時にね、その人はお兄さんなんですけど、もう同級生のものとね、昔、セイントセイヤっていう、一番最初の漫画の、セイントセイヤシリーズの一番最初の、漫画と、その後のアニメの設定でね、小学校の頃、ゴールドセイントがどんな技を出すかっていうところ。それ法律込みでね、ちゃんと作っていこうって、これ、どうしてもどう聞いても笑い話になるんですけど。ちょっと法律通りに考えていったんですよ。動物愛護法とかあるわけじゃないですか。動物に対して虐待してる人とかいっぱいいるわけじゃないですか。
まずね、第一の、まあ、旧、旧って言ったらいいんですかね。宮と書いて旧ね。大牛座の、アルデバランという設定なんですけども、スペインの闘牛士の話なんですよ。だあれ見たらね、最初子供の頃みんな普通に見た時に、こう、かわした時に剣で突き刺すって、剣なんか突き刺さなかったらいいじゃないですかって思ったじゃないですか、かわいそうに牛さんが。自分たちの方からこうひら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 させてね、挑発行為しておいて、かわして、剣突き刺したりとかっていう話があるでしょ。だからあの先制攻撃と正当防衛の話で、そういうふうなことをしたとか、そういう話とかがあるから、最初からアルデバランにこう腕組みさせて牛にも考える力ぐらいあるぞと主人公とか聖夜とかの方が先制攻撃仕掛けてくるでしょ。攻撃されてから一応ゴールドセイントの方が立場的に教皇を守るっていう話で、一応あのローマ法王みたいな形じゃないですか、教皇。まあギリシャの方ですけども、あの教皇が一番偉いわけじゃないですか。で、上の方が政府上層部の人で、みんながみんな先制攻撃仕掛けてくるような政府上層部の人たちって怖いわけじゃないですか。最初フェイクニュースとかで先制攻撃仕掛けてくるっていう話で、最後はあの聖夜がね、あの聖夜が他の戦闘も誰が勝ったか分かんない、五人がかりって正当性あるのかな、それ集団暴行分かんない、もういろんな話つなげて、日本は貿易輸入させていただいてる方なんですよ、牛とか、あの、豚さんを。だから、あの、ちゃんとね、あんまり牛さん食べたらかわいそうです。自分たちでちゃんと牛さん増やしなさいっていう話でね、牛さん、豚さん、あの、増やしなさいって。だから、鶏を、卵のうちから食べるのは本当にアホのすることだと。ちゃんと成長させて、鶏になって卵を産むようになってから食べないと減っていくでしょっていう話。だから卵は高級食材にしとかないとおかしいのに、1個あたりで換算すると10円ぐらいの価格とかで売ってるじゃないですか。まあ卵かけご飯は本当に美味しいですよ。だからもう僕は卵かけご飯をもう長い間食べてないです。今年か去年 JA で、お米を買った時に、何か景品か何かで卵がついてきました。6個入りの卵が。その時はさすがに、ここはもういただいて、ちょっと卵かけご飯みたいな形で食べたと思います。ちょっとね、バッテリーの方の、もうバッテリーが残り 11% なので、もうあんまり長い間ね、撮影してたらやっぱりこうなります。以上です。皆さん長い間、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、着信通知の設定、よろしくお願いいたします。まあまあまあ、自分なりに、本当は電波の世界とかえげつない話とか多いから、僕もね、ちょっと悪い話込めなかったら、もう政府とか、スポーツ界にもうどうなって文句、どうしても言ってしまうし、もうほとんどの人はね、ある程度それも言っていいっていうことになってるんですよ。もう言わなかったらこの人だって持たないからっていうことでね。で、ただしそれがみんながみんなそうなってしまうと、本当に、殴り合いの喧嘩みたいな形にもう国会になってるんですよ。バリケード作ったりとかね。あんなことみんなしたことあります国会議員が入ってこれない。国会議員。もう椅子とかをこう、どん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 積み上げて部屋入ってこれない。そんな投票させないだとか、何かで。で、議長を守るために、書類の強奪とか始まります。それこそ六法全書、あなたじゃ本当に六法全書ちゃんと分かってます？読んでます？書類の強奪なんかしたら、それ、刑法の方ですよ。窃盗犯とか
だけじゃなくて、その概要の書類の強奪はさらに別の法律が加算されるから、一般の社会でそんなことする人おらへんって。毎回毎回これ悪いことしてる、悪いことしてる、その大きさで言うと公務員以上の人の方が絶対多いじゃないって話になるんですよ。なのに公務員の人たちの方が給料高いってやっぱり変でしょ。今さっき時計見たら 2時22分22秒っていうね、もうちょっとこっちの方は秒だから進んでしまいますけど、ちょうどね2時、まあ14時なんですけども、本当はまあ表記上はデジタルで、2時22分22秒っていう、あの語呂合わせ5桁までの数で、それ偶然的に見かける人っていらっしゃいます。それ、相当強い人なんですよ。で、その人は、その状態の時に、パチンコとかパチスロ行ったら、3桁の数字揃いやすいです。コンピューターの自動で。だけども、僕はもうパチスロ、パチンコ業界とはもう、隔絶してるんですよ。もうそんなところでお金使うのバカバカしいですから。コンピューターがどう稼働するかわかんないでしょ、スポーツ業界との連携で。代わりにそれが得点になる話もあるんですよ、本当に。5つも揃ったんですよ。これだけで5点ありますよ。かける2、掛け算、せっかく覚えたんですからね、10得点あるでしょ。まあまあ、金田一少年とかね、あの推理物とかの、話でいくと、次の日になったら真相がわかるとかね、昨日の得点はとか、結局、全部、淡井さんの10得点だったんちゃうかっていう話にもなってくるんですよ。アメリカの1点とね、日本の9点っていう。あかん、これアメリカもお金払わなあかんことになるわ。本当は個人の権利ものは1割っていう形です。まあまあ、散々長い間 2.5%、2.5% っていうようなことを言っておいて、ちゃんとした法律の方のね、1人分だけで換算すると1割っていう話。で、まあそれミュージシャンのバンドの人たちは、の場合は 2.5%、10% ですから、1割は。1割は 10% ですから、4人組のバンドの人たちで 2.5%。5人組だと 2% と。まあまあ、そういうような形です。以上です。皆さん、長い間ご視聴ありがとうございました。もうちょっと面白い話しようかなと思ったんですけど、もうバッテリーの方が残り 9% なんで、もうやめときます。本日からは、私からの内容は、まあ野球、特にプレミア12に関しては以上です。で、まあいろんな現象に関して、まあいろいろお伝えさせていただきました。ただ最後の方に、これは本当に覚えておいていただきたいんですけども、本当に圧倒的に強いチームに勝とうと思ったら、やっぱりそれなりの犠牲代償っていうのを僕がやっぱり支払わされているような気がします。これが現実だと思います。だからスポーツ業界の人たちはそれ込みでやっぱりお金を払ってもらわなきゃなんない。こういうことになります。以上です。もういろんな日がこれですよ。例えばボクシングとか階級制のところだったら、1日その年で、2食だけになってる日、気がついたらっていうような形ですよ。以上です。